さあ両者準備はできてるか。さあ早速始めていきましょう。拳を合わせてランゲラー VS 鈴木。さあ2人とも世界大会経験者ですね。これもさあまずプリンが上を取ってきてる。しかし雫がそれを許さない。本当はねプリン土着速きついはずなんですけど。そうですね、ただこのプリンにはそれが通用しない。しかし今回は相手も世界4位のピカチュウ。絶妙な間合い管理。最近お好み焼きにハマってると言ってたが、さあ食え寝るな。え、あ、なんかダサくて安くて。さあ火力を取り損ねてしまったが気を取り直して。NA 当たらずにガリガリして。さあ NA が強い。スライドが出なくて。そうですね、スライドが出ませんと、アンゲラー選手投げております。さあ皆さんプリン使い普通にやりますけどめちゃめちゃ難しいですからね。難しいですね、僕はできませんね。さあこれは後ろに投げてバースト。さあまずはアンゲラープリンがリードしていく。この無敵逃げはもう5年くらい見てる。安心安全の無敵。破れているか。さあ投げて、これは前投げ。さあ阻止ができるか。おっと後ろ蹴り刺さってバーストストップ並んでガリ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 。さあドリル当たったが軽く打つ。下が強い。若干ミスを。大角後ろ投げ で。さあラインがいいが。ガリガリして。ね。さあなかなかこの組み合わせコンボが。さあ。ブースター当たってまだ生きている。これは復帰ができるか。アンゲラー復帰。さあ質は強くてここが無敵です。さあ 107% 致死量か。これは死んでしまう。さあ雫がリードしていく展開。当たって振る前から最低限火力を。さあ後ろ指が当たって、おっと死にかねない。これはなんとか。さあ阻止は難しい。崖キャンか。さあ NA が置いてある。素晴らしい。さあしずく膝を叩いた。思わず膝を叩いてしまった。逃げをしっかりして、ポツンと当たって、これは火力が取れるか。 NA まで。さあ復帰できるか。さあ空を当たってしまうがまだ生きている。ワンゲラ復帰が。これは顔面を何度も蹴られてかわいそうなことになっていく。これは厳しいか。まだわからない。あー尻尾が強い。さあジャンプがない。さあ1ストックほぼ丸ごとリードしているしずくピカチュウ。しかしさあさあ NA まで、うますぎる。さすがの復帰阻止か。あーただ指定が入らずにスマッシュさあ完全に五分ですね。これは魂の上スマを見せて、さあ完全に敵に寄って、さあこれ分からない。後ろ蹴りが強い。前投げしてダウンして
枯れない。枯れずに。さあドリル当たって、ここからドリル上京上京眠るでバースト。素晴らしい、さすがのプリン使いですね。さあものすごい形相でずらしていましたがあまりずれていませんでした。さあ気を取り直して2本目いきましょう。ワンゲラプリンが勝利した。さっきも、ね、内側ずらし読みでちょっと内側にねプリンを移動しながらねドリルを出す。さすがですよね。そのずらし対策も。さあ上 B 読んでいる。あー回避。さあ早速 45% たまって。さあ空母が強い。さあラインがない。なんとかラインを回復して、さあダウンさせて打球を読んだが上に復帰。NA コツンと当てて、さあ空下が強い。上が当たるがまだバーストしない。足は難しい。おっとおっと失敗して、これは復帰はできる。 NA が刺さる 121%。 さあ当たらないのと嘆いているバンゲラ。凄まじい無敵だったんですからね。さあウエスマーをどこに当たったの。内でバーストしまう。しかしピカチュウもあと一発何かが当たれば死んでしまう。コツンと当たって、さあ生きている。空当たってこれはバーストですね。さあ互角の展開ですね。さあ静く集中している。最近お好み焼きにハマってるんだと言っていたしずくさが、もうお好み焼きはいいのか。さあ空母固めて前投げ上。関西はもう粉もっかりですからね。そうですね、せっかく関西に来たしずく選手がやっぱりお好み焼きを。さあ頑張ってずらしているが、ずれているのか。あーっとジャンプが出ません。さあ押し出して落としていく。さあ遊びが過ぎるから、夜遊びが過ぎると寝不足なのかこのプリン。上京置いてある、眠っていく。今度こそさあ急いで起きろ。なんか草が生えている。草が来てます。画面に草が生えている。草が来てますよね。ドリル当たって上、ドリルこれを上京、ドリル全然ずれてない眠る。さあワンストップもぎ取った。ガリガリ上京空母。さあ投げられて、これはバーストはしない。さあ復帰できるか。うまい。逆にこれは殺していくのか。さあなんとか逃げて NA まで。さあ雫跡がない。上京から空上でバースト。バンゲラープリン勝利。